しました？今がチャンス、アコ！冷たい！ひーちゃん好きあり！我に背中を向けたが最後だと思え！アコちゃんどこにいたの？びっくりした。リソネーから合図をもらうまで海の中に潜ってたんだよ。さっきはひーちゃんにやられちゃったからね。運命の時が来るまで我は目覚めるのを待っていたのだ。やったねアコ、イエーイ。グルになるなんてずるいですよ。ごめんごめん。そういえばひまりは休憩に戻るんだよね。私も一緒に行こうかな。海に入っちゃったからもう一回日焼け止め塗っておきたいし。だったらアコも戻る。ちょっと喉も渇いたし。それじゃあみんなで戻りましょう。はい、アコちゃん、お水ありがとう、リンリン。生き返る。うん、よかった。この写真にしよっかな。それともこっちの方が楽しんでる感じが出てるかな。リンちゃん、何の写真選んでるの？海に来られなかったランたちの羨ましがらせようって思って、最高に楽しそうな写真をみんなに送っちゃうよ。やっぱりさっきの水かけ遊びしてる時のにしようっと。それじゃあ送信と。ひまり、海に携帯持ってきてたんだ。せっかくの海なんだから置いとけばいいのに。思いっきり楽しめないし、もし海の中に落としたら大変だよ。確かに。でもどうしてもみんなを羨ましがらせたいんですよ。というかそもそもどうしてアフターグローのみんなは来られなかったの？それが聞いてくださいよ。用事があるからとか暑いしとか言って誰も来てくれないんです。ひどくないですか？もう返信来た。なになに？ひーちゃんの水着、ヒューヒュー、日差しやば、見るからに暑そう、ひーちゃん溶けないで。もう重かったら相変わらずなんだから。私はアイスじゃないから溶けません。っていうかこんなに早く返信できる暇があったら絶対海にだって来られたんじゃん。ほらひまり、そんなにプンプンしないの。まあほっぺた膨らませてるひまり可愛いけどね。褒められても嬉しくないですよ。前に巴にも同じようなこと言われて散々からかわれたんですから。あ、お姉ちゃんといえば今日アコが家を出るとき海に行けないのすごく残念がってたよ。ひーちゃんに悪いことしちゃったなって。本当に？うん、この時期はお祭りがあってお姉ちゃん本当に忙しいんだ。ほらお祭りで太鼓を叩かないといけないから。そういえばそうだね。確かに巴はしょうがないかも。うん、でもねでもね、アコがお姉ちゃんの代わりにひーちゃんの面倒を見るって言ったら笑ってくれたよ。そうしたらお姉ちゃんもアコをひまりのことよろしくなーだって。え、私がよろしくされる方なの？普通逆じゃない？私もランとモカとたまたま会った時海の話をしたら、うちのリーダーをよろしくお願いしますって言われたよ。どうして？私一応バンドのリーダーなのに。いやいや、それだけひまりが愛されてるってことじゃん。返信がすぐ来るのもさ、その証拠だよ。ひまりからメールが来るかもって思ってないと普通すぐに気づかないし。あ、確かにそうですね。そっか、みんな私のこと好きなんだ。
のお土産何しよっかな。ひまりちょろすぎ。え、なんか言いました？うん、何も。ひまりはさ、そうやって表情がコロコロ変わるところが可愛いなって思っただけ。そうですか。あ、すぐからもメールだ。海一緒に行けなくてごめんね。みんなによろしく伝えてください。楽しんでねって。すーあなたって子は本当にいい子なんだから。なんで返そうかな。ちょっとひまり、今は私たちと一緒に遊んでるんだからね。忘れてもらっちゃ困るんですけど。ごめんなさい、別に忘れてるわけじゃないですから。返信は帰りの電車の中でたっぷり考えればいいじゃん。今は目の前にある海を思いっきり楽しもう。アフターグローのみんなには悪いけど、今日は一日ひまりのこと貸してもらってるんだからさ。私たちも行きたかったってみんなが羨ましがっちゃうぐらい遊ぼうよ。はい、そうですね。高校1年生の夏はもう二度と来ないですもんね。それじゃもう一回海に突撃。